ぶっちゃけホロライブの星町水星さんと床町に嫉妬したりするんですか？マジで全くしないです。え、あ、しないんだ。なんかすごい、あの、私二人の歌がめちゃくちゃ好きで。わかる。あのコラボの歌をめちゃくちゃ聴いてるので。はいはい、ファンなんだよね、もうね。あ、そうです、そうです。なんかもう、そう、トコ先輩のライブの時もお二人で歌ってらっしゃるの聞いてて、うんうん、もうなんか、あの、涙を流しながらペンライト振るお宅みたいになってたから。本当にファンなんで全然そんな嫉妬とかはないです。最前列で一番楽しんでるよ。フレンがよかった、そんなに楽しめて。ダンスのキレがすごかったんですよ。いやー、いいよな。いやー、どうにかメジャーデビューさせたいよ、僕の力で二人。私も手伝います。いや、やろうぜ、やろう。トコマチプロデュースしよう。お金出します。トコマチのグッズをノリプロから出そうって話を、ね、この前のコラボで勝手に言っててさ、おたまきんとかに出せばよくねみたいなこと言って、買って言うなよ。ノリプロから出せるやろみたいな。いや、まあ、出せるけど、ノリプロベースで売るか。売れるけど全然箱で買うんで。全然ね、あのデザインから何から全部やりますけど、それはやってくれるんだ。それはもちろんね、僕も欲しいですからね。ケルベロス所属のチミ毛量、